今日のコメント、はるかつさん、なぜポケモン考察始めたんですか？星マーク、名前つけてくれてありがとう。それはもちろん、ポケモンが大好きだからです。どうも、はるかつです。皆さん、アニポケは見ていますか？新聞人社も終盤に入り、盛り上がっていますよね。てか、スー君、ゆきちゃんとスー君似てない？確かに似てるかも。2人とも、もちもちしてるね。そこで今回は、意外と知られていない、未来と絶対後悔するポケモンの特別アニメが存在する件について話していこうと思います。手は関係ないけど、最近ポケモンセンターに行ったら、子供の2人が YouTuber の話してて、その時ハルカット見てるみたいな話してて、めちゃくちゃびっくりしました。一緒にいるよとか思いながら帰りました。というわけでよかったら最後に聞いててください。アニポケに出たことのない人気キャラも登場するポケモンの特別アニメが存在する。このチャンネルの視聴者さんってポケモン全般が好きだとは思うんですが、アニポケだけ見てる視聴者の方も多いですよね。僕のチャンネルで再登場キャラの情報とか出すと結構再生回数いくので、今回はそんな皆様にアニポケでは見られないキャラクターたちが登場する特別アニメをご紹介していきたいと思います。知っている方は申し訳ないんですが、結構昔のアニメもあるので紹介させてください。みんないくつ知ってるかな？ちなみにこちらは全てポケモン公式 YouTube で見れます。公式 YouTube のチャンネルは概要欄に貼っておきますので、後でよかったら見てください。まずはこちら、ポケットモンスターブラック2ホワイト2の紹介スペシャルムービー。この動画は全部で2本あるんですが、なんとアリポケには登場してないあの人気キャラクターメイちゃんがガンガン動いているところが見れます。ジャローだと本当にいいコンビ。次はこちら、ポケットモンスターオメガルフィアルファサファイアメガスペシャルアニメーション。こちらでは皆様大好きハルカが登場するんですが、こちらは通常アニポケの声優さんではなく、なんとコハルの声優の花澤香菜さんの声となっています。ファンの一部からは結構好評なハルカですよね。作画もすごく綺麗なのでぜひ見てください。次はこちら、ポケモンジェネレーションズ。こちらも個人的にはすごく見てほしいです。全部で18話あるんですが、本当に作画がエグいです。今までのポケモンゲームをダイジェストにアニメ化した特別アニメなんですが、昔アリポケに登場した古いキャラも最新の作画に見ることができます。この係ちゃんかわいい。次はこちら、革命の翼。これは結構最近のですが、ポケモンケンタテが登場した時の特別アニメですね。これもすごい作画ですよね。ケンタテに登場するキャラクター一人一人にスポットが当たるアニメです。アニポケにまだ登場していないルリナなども出てきて、絶対見るべきアニメです。また最終回にはあの人気主人公ユーリちゃんも喋ります。次はこちら、ポケモンエボリューション。これも結構最近ですね。全部で8話なんですが、1話1話かなり画風が変わります。相当作り込まれていて、これも見どころだらけです。ブルーだったりヒガラだったり、アリポケに出てないキャラも登場します。あと大人気なリーディエも出ますね。このリーディエすごい大人っぽいんですよ。ブルーも本当に可愛い。最後はレジェンズアルセウス特別アニメ。色違いゾロワがめちゃくちゃ可愛いんです。これも最近なんですけど、人とポケモンの信頼の話が書かれています。とてもラケードで見てほしいです。レジェンズアルセウスのキャラクターも何人か登場します。とまあこんな感じで、意外と知られていないアリポケに出たことのない人気キャラも登場するポケモンの特別アニメがすごすぎる件についてでした。ちょっとでもこの下チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。では次の動画です。せーの、やっほー。